VR は非常に興味があります。今はちょっとここでは言えませんけど、興味があって、できれば何かしら作りたいなと思ってますけど、今のところまだ決まってませんので。ただ将来性は非常にあると思いますね。VR のゴーグル側のままであるかどうかちょっと疑問ですけども、 AR になったりして、でやっぱりあれがお茶の間に入ることで、いわゆる映画とかドラマの形が変わると思うので、そこには僕らも何かしら関与できたらいいかなと思ってます。そうですね。いくつかのタイトルを体験したんですけども、本当にすごいなと。子供の頃にファミコンを初めて触った時のような、そんな体験を一つしたソフトがあったんですけど、それが、やっぱ衝撃的で、自分も何か VR やりたいなっていう気持ちはすごく出てきました。今の VR、今の技術ですよ。今日の技術で VR された方は分かると思いますけど、ストーリーテリングじゃなくて、臨場感という意味では、もう映画もドラマも 3D の映画とかも全然かなわないぐらいのものだと思うので、なのでそこは非常に将来性を感じてます。